皆さんこんにちは、山口あずさです。本日のライジン44のメインカード勝利者予想をファンの皆さんに聞いていきたいと思います。レッツゴー。この後始まるメインカードの予想をお願いします。フルベル選手、ポペガーですね。順実で、まあまあ、はい、決めるかなって、はい、まあ、後ろから掴んで、まあ、一本で決めてほしいですね。お願いします。ダン、金原選手、理由を。やっぱりその打撃 の, あのセンスとかで当てて、まあ、あと寝技うまいんでしっかり防いで判定で勝つと思います。勝利者予想をお願いします。金原選手、理由をお聞きしてもいいですか？もともと好きな選手で YouTube も見てますので、絶対勝つと思います。お願いします。僕も金原選手。金原選手、理由をお伺いしてもいいですか？まあ、やっぱあのベテランなんで、まあ、ちょっと多分クレベルが今までやってきた試合にはなんないのかなと思ってます。やっぱこの技術と経験で金原選手が勝つと思います。はい、ありがとうございます。ではこの後のメインカードの勝利者予想をお願いします。はい、クレベル選手ということで、理由もやろうかな。クレベル小池の方が首絞めとか強いから、クレベル小池にした。ありがとうございます。メインカードの勝利者予想をお願いします。クルベル選手で、理由もお伺いしていいですか？やっぱ寝技すごい強いんで、また寝て三角締めかなんかで勝ってくれるんじゃないかなと思います。クルベル小池です。はい、クルベル選手ということで、理由もお聞きしてもいいですか？まあ、自分としてはこれでいつか朝倉選手がクルベル小池を倒してほしいなっていう思いを込めて、クルベル選手には負けてほしくないなと。今後のことも考えての予想ということで、はい、勝利者予想をお願いします。金原選手、理由もお伺いしてもいいですか？やっぱり日本人で勝ってるのは彼しかいないかなと、やっぱりインタビューに言ってたので、そこちょっと期待したいなってことで、はい、ありがとうございます。ではお兄さんも次行ってもいいですか？これ行きましょう。力上げないといけないですよね。はい、お願いします。グレベル選手です。はい、グレベル選手ということで、理由もお伺いしたいと思います。やっぱりちょっと寝技が強すぎるので、決め連としてもずっと支配し続けるんじゃないかと思うので、判定でグレベルとか。お二人ともね、ちょっと予想が違うので、二人でバチバチしながら見ていただけたらと思います。はい。ありがとうございます。答えはダメですか？はい、ぜひ。じゃあこっちで、こっちって言ってる、この人で。はい、金原選手ということで、はい、こっちに勝ってほしいっていう人が多いんじゃないかな。このやっぱり当たり前でしょ、こっちが勝ったら。お願いします。てん、こちらです。もう絶対こっちだね。はい、クレベル選手、はい、頑張っていただきましょう。ありがとうございます。バイバイ。ズバリクレベル選手で、はい、理由をお伺いしてもいいですか？やっぱ寝技が強すぎるんで、やっぱ金原選手でもあれなのかな、一本勝ちで決めるんじゃないかなって。これは金原選手。はい、金原選手で、理由をお伺いしてもいいですか？どっちも寝技強いと思うんですけど、まあ、やっぱり、まあ、期待も込めて金原選手に勝ってもらいたいです。金原さん。はい、金原選手ということで、理由もお伺いしてもいいですか？やっぱりクレベルさんが、まあ、日本人に負けるところってなかなか想像しにくいんですけど、やっぱり唯一勝てるのが、いや金原さんなのかなと思ってるので、ぜひグラップリングの攻防からの金原さんが勝つところは見たいかなと思ってます。はい、楽しみですね。はい、勝利者予想をお願いします。クレベル選手がポペガーで一本勝ちで勝つと思います。ありがとうございます。ポペガー聞きたいですね。はい、楽しみに。期待も込めて、はい、選手を選びたいと思います。はい、
ありがとうございます。僕は金原選手ですね。はい、理由もお伺いしていいですか。僕はやっぱりもう長年の経験値でやっぱ試合巧者やと思うんで、僕レベルが引き込みとかしてくると思うんですけど、そこをかいくぐってスタンドとかで圧倒して判定勝ちかなっていう予想しています。はい、理由もお伺いしてもいいですか。フェザー級を混沌に落とし入れてほしいです。楽しみですね。はい、この後の大会楽しんでください。ありがとうございます。はい、ではこの後の RIZIN44 のメインカードの勝利者予想をお願いします。はい、クレベル選手で、理由も言えたりするかな。クレベルの方がかっこいいから。かっこいい、かっこいいですよね。ではこの後の大会ね、楽しみだよね。推しの選手とかはいるの？いる、恭平とクレベル。萩原選手とクレベル選手のファンということで、じゃあ今日の大会めっちゃ楽しみだね。最後まで楽しんでいってね。 金原選手ということで、理由もお伺いしてもいいですか。金原選手に勝ってほしい、期待も込めての金原選手ということで、はい、ちなみに隣のお姉さん、あれどこかで見たことある。あれ元ライジンガールです。もう見るたびに強そうな、もうね。はい、特別出演でした。はい、クレベル選手ということで、理由もお伺いしてもいいですか。やっぱり寝技が強いイメージがあったので、やっぱ一本勝ちするんじゃないかなって思いました。はい、理由もお伺いしていいですか。寝技がとても強いので一本で決めてくれる。ありがとうございます。フレガーが聞けるといいですね。はい、では今日のRIZIN44最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。ということで、この後始まるRIZIN44のメインカードの勝利者予想をたくさんのファンの方に聞いてきました。会場に来られない方もぜひペーパービューにてご覧ください。皆さん一緒に盛り上がりましょう。